皆さんこんにちは、つろかおりです。今日の動画はアフターコロナで時代が変わる、自分軸で生きる人が求められるということで動画を上げていきたいと思います。自分軸を持っている人っていうのはどんな人っていう、そんな内容の動画になると思います。私の動画はこういったメンタルや心の整え方を私なりの目線でお伝えしています。あとは皆さんにシェアしたいなと思う情報なんかを取ってきてですね、それを動画にて配信をさせていただいておりますので、ご興味ある方はぜひこれからも見ていただければと思います。では、アフターコロナで自分軸が生きる人が求められるということで、その自分軸持ってる人ってどんな人5つご紹介します。まずは違和感を重視する人、人に甘えられる人、ダメな自分もまるっと受け入れられる人、責任を自分で取れる人、本質に戻る習慣がある人ということで、この5つですね、ご紹介したいと思います。まず違和感を重視する人ですね。私の動画では違和感感じましょうっていう、違和感持ちましょうっていうのを常に言っています。それは何でかっていうと、 99% の方がそうだよねって言ったことに対しても、自分が疑問を思ったりとか、そうじゃないって思ったら1% になってもいいので、ノーと言える自分っていうものを確立する必要が今後出てくるからなんですね。人がそう当たり前のようにやっていることでも、自分は違和感を持つからやらないとか、そういうことを重視する方がどん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 重宝されるようになると思います。よく私の中で言うのが、自分に質問を定期的にしている人、質問力がある人ですね。そういう人は違和感をとっても精査されています。自分がどういうところに違和感を持つだろうなっていうところにきちんと分かってらっしゃる方、そういう方ってね、決断が早いんですよね。みんなの返事を待って、多数決じゃないけど多い方に私も行こうとか、そういう考えが一切ないんです。もうすぐ60秒以内で、前も動画であげましたけどね、直感っていうのは60秒以内でイエスかノーかを出すことなのでね、自分の直感で動いてるっていうのも入りますよね。あとは神悔でが一致している人、これもよく私の動画でお話をしています。心で思っていること、口に出していること、そして行動に出していることが一致している人、これはやっぱり違和感を持たずに自分軸で生きている人っていうことになると思います。例えば今の状況だったら、ウイルスが怖い、アフターコロナで自分の仕事がどうなるか怖いって思っていても強がっちゃってる人とかっていうのは、おそらく神悔が一致していません。ネガティブな感情を出すことへの恐れがあるために、心では恐れを感じているんだけれども、実際口に出したり行動していることがバラバラにちぐはぐになっちゃってるっていうことなんですね。やっぱりこれは自分軸で生きるっていうところからはかなり離れていってしまうと思います。気をつけたいところです。続いて人に甘えられる人ということなんですけど、これはね、私も実は課題なんですね。私自身が人に甘えたりとか頼ったりっていうのが苦手なんです。ただ主人とかね、そういう近しい人には結構ずうずうしくなれるタイプではあるんですけど、外面っていうんですかね、外面がやっぱりいいタイプになっちゃうので、なかなかその辺りのギャップを埋めるのに苦労しています。ただこの騒動が収束した後は、人に頼れる人、人に甘えられる人っていうのがどん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 可愛がられますし、そういう人に情報も信頼もお金も集まるんじゃないかなっていうふうに私自身が思ってるんですね。これはね、結構ね、いろんな方の動画を見ても甘えようとかっていうキーワードをおっしゃってる方が多いんですよね。だから、今はね、人と結構密に会うことが禁止されています。自粛ムードなんでね、無理なんですけど、人のつながりみたいなものがこの騒動が収束した後さらに密になってくるんじゃないかなって思うんです。なので AI とか機械がやってくれることはもうお任せして、人間が感じる感情とか心を通わせるみたいなところがどんどん加速していくと思うんですよね。その中でこう秀でてくる人というか、ちょっと目立つ人っていうのは人に上手に頼れる人、甘えられる人なんじゃないかなっていうふうに私的には思っています。なのでね、人に甘えるのが上手な人、頼む人が上手な人ってなんかコツがあるのかなって思っていて、ぜひ教えていただきたいと思っています。はい、次はダメな自分もまるっと受け入れられる人ですね。さっきの本当は今の騒動が怖くてこの後の自分の未来が不安でっていうのを口に出すことができずに強がってしまう人っていう話をしたんですけど、こういう状況だからこそネガティブな自分の感情をしっかりあぶり出してしっかり受け止めるっていう機会だと思うんですね。いつもはね、それって孤独な作業になっちゃうじゃないですか。私だけなんじゃないか、こんな感情を持っちゃってるのって思うと思うんですけど、今のこの状況ってね、絶対みんな不安なんですよ。不安だしイライラしてるし焦ってるし、なのでだったら思いっきり出してもいいよっていうサインだと私は思っているんですね。正直私自身もお家にいる時間が長いですし、仕事自体はリモートワークに本当に偶然的にこの3月から切り替えようと思っていたので、そんなにね、驚く感じではなく、どうしようっていう気持ちはないんですけれども、逆に今湧き上がっていることは、じゃあこのおうち時間でみんなが不安でね、私も不安で、そんな中でできることってなんだろうっていうのをいつも考えているんです。なのでそれはね、前向きな気持ちっていうよりかは、どうしても私の中でまだ登録者数も少ないし影響力もない中、どうやったら皆さんとねつながれるような、元気づけられるような、自分も元気が出るような情報を発信できるだろうっていうのを結構ね悩んじゃったりしてます。ただこうやって動画で言えるっていうのも私の中ではすごく成長したなっていうふうに思いますし、そういうふうに感じられてる人がねいて、ああ私と同じ気持ちだっていうふうに思ってくれる方が大切かなっていうふうに思っているので、是非ダメな自分っていうものをあぶり出す、これは絶好のチャンスなんだというふうに捉えてみてください。はい、ちょっとお水飲みます。はい、で次はですね、責任を自分で取れる人っていうことなんですけど、これはねごまかさない人ってことですね。さっきのまた話に戻っちゃいますけれども、出てくる自分の感情がネガティブなものであってもそれを否定せずにごまかさない人、私も心配なんだ、すごく焦ってるんだっていうのを言えて人に頼れる人っていうことですね。私ね実際セミナーとか自分自身もやらせていただいていて、クライアントさんのお話を聞かせていただいてますけれども、自分自身も個人セッションは受けています。でその時に目安にしてるのって大体直感ですね。この人にお願いしたいなっていうのって結構直感で決めてます。で実は来週も受けます。でその方ね、もう1時間もう5分かそのぐらいで、あこの人に個人セッションお願いしようって決めたんです。そのぐらいもうその人の存在を知って、もう次の瞬間には個人セッションを申し込んでたっていう感じなんですね。きっと私の中でごまかさずに生きている人に話を聞いてみたいっていうのがすごくあると思うので、まずご自身のオリジナリティをすごく確立している方、やっぱりオリジナリティを確立するっていうことはファンもすごくつきますけれどもアンチもつくんですよ。ただそれでも自分の個を大事にして前に進んでらっしゃる方、なんかそういう人を私すごく今お話聞いてもらいたいし、お話聞いてみたいなっていうのがあるんですよね。なのでごまかしていない人に話をどんどん聞いてみたいっていう、そんな時期に今入っていますので、私自身も個人セッションとかオンラインセミナーとかは結構お金を払って受けているような状況です。で、そこから自分の中に落とし込んで、こういう風な言い方にして変えてみようとか、私が言葉にできなかった表現をこの人こうやってうまく表現してくれてるなっていうものを、また自分なりにアレンジしてセミナーとかセッションでお話をさせていただいています。やっぱりそのアウトプットとインプットっていうのってね、責任を取るっていう意味では、責任を取っている人がやっぱ人気がありますしね、そういう方の個人セッションが人気がありますし、動画とかでもね、私が見ている範囲の中では登録者数が多い方っていうのはそういう人が支持されているんじゃないかなっていうふうに思っています。はい、では最後ですね、本質に戻る習慣がある人っていうことです。この騒動が終わった後、アフターコロナに訪れるのは本質の自分に戻りなさいっていうメッセージだと私は思っています。そのキャリアとか肩書きとか、もう自分の中ですごく踏ん張って頑張ってきて、鎧をかぶった自分じゃなくって、それをこうペリペリと剥がしていくとですね、生まれたまま赤ちゃんの頃の自分ですね、もうただ泣いて笑って息をしているだけで周りの人から祝福されていたわけですよね、赤ちゃんの時って。そんな自分にどんどん戻るっていうことですね。その習慣を持っている人っていうとちょっとすごく抽象的なので、またこれは改めて一本動画作りたいと思っています。本質に戻る習慣とはどういうことかっていうね、内容でぜひあげたいと思うんですけれども、自分の本質って何だろうっていうところで価値観ワークをやってみたりとか、あとは先ほど言ったようなダメな自分、泣いてしまう自分、ネガティブな自分っていうものも全部受け入れられるような、そういう習慣をつけるっていうことが大事なんじゃないかなっていうふうに思っています。はい、以上5つになります。何か1つでも自分の中でこういう人になってみたいなっていうポイントがありましたら、是非実践してみてください。はい、それでは最後にコーディネートの説明になります。今日はかなり温度が上がるようでして、アウターなしでこういった長袖の T シャツですね。で、私今季揃えているものがちょっとオーバーサイズのものになります。で、丈も長めにしていまして、パンツスタイルが結構最近多いのでね、ちょっと中途半端にインをしてバサッと出すっていう、そういう方がなんか下半身と上半身のバランスがうまく取れるかなって自分の中では思っています。で、麦わら帽子の季節になってきましたが、まだ4月なんでね、薄手の薄い色のラフィアの帽子というよりかは、こういうちょっと濃いめの、これねゴールドなんですよ、ラメが入っている。これね春先にすごく使っていて、3、4年前に買ったグッチのものになりますね。どっちかにねで83がついてます。で、かなりしっかりしたものになるので、ちょっとね旅行とかには持っていけないんですけどね、カジュアルな格好の時に合わせる帽子としては少しラグジュアリー感があっておすすめになります。結構ね例年出てると思うんですけど、今年どうかな、出てるかな、すごく人気が3、4年前にあった帽子になりますね。で、結構カジュアルな今日は格好なんですよね。合わせたバッグもラタンのものになりますし、清涼感のあるブルーのカバンになってますので、手元はねゴールドにしています。大人っぽく見えるかな。お友達のブランドのこう石が結構スワロフスキーがついた豪華な感じのブレスと、ワイヤーのこれもお友達のブランドですね、リングと、これはね宝飾店で買ったノーブランドのものですね。ペイズリーのすごく変わったものですね。こういうふうにねなんて言うんでしょう、間が空いているようなデザインってすごく指がね綺麗に見えるのでおすすめです。女性らしさも出ますね。あとはこれもお友達のブランドのコンリトモのいろんな石がついた、ね、これペルーから取り寄せてて、今ペルーもねなかなかちょっと物流が止まってしまっているということで販売できないんだなんてお友達が言ってました。はい、もう本当にいろんな大変な局面を迎えています。世界中が全部同条件っていうすごく珍しい今事態になっていますが、本当に前を向いていける人とそうではない人、二極化どんどんしてきてしまうと思いますのでね、私はその前を向いていける人のためにどんどん一緒にやっていきましょうっていうような内容で動画を上げていきたいと思いますので、今後もぜひ見ていただけたら嬉しいです。今日もご視聴ありがとうございました。